おはようございます。リキューです。ウェルエイジングアワーをスタートしてまいります。年を重ねるエイジング、その先にある介護、この情報をウェルエイジングアワーとしてお伝えしております。皆さんお変わりございませんか？はい、今日はですね、外じゃなくて中からスタートしてまいります。おうちで新聞の田村さん、おはようございます。はい、今日のテーマを早速入るんですが、高齢期の神秘的欲求というテーマでお話をしていきます。この介護の、エイジングの先にある介護の再評価というものをマズローの欲求階層説に合わせて分解して、欲求、ニーズですよね、ニーズに合わせた介護という見方をちょっとしております。でマズローの欲求階層説は5段階というのが主流なんですが、マズローの後期に6段階、7段階というふうに修正されたというような情報もあって、まあ私なりにちょっと考えると、この6段階に神秘的欲求というものを少し入れてみました。で、7段階で整理しようと思っていますが、今日は自己実現欲求の上にある神秘的欲求、まあその順番は微妙なところがありますが、この神秘っていうのは美しさですよね。これっていうのは皆さんお分かりのように、人間は非常に重要視していたんじゃないかなというふうに思うわけですよね。で、さらにそこに神秘的という言い方、これは美しさの状態を見極めるというような意味合いがあるそうです。ですから神秘の神というのは審議する、審査するの神ですよね。ですから美しさを見極めるという欲求があるということをちょっと受けながらですね、介護というものを振り返ってみたいというふうに思います。一方でですね、例えば加齢というのはエイジングですよね。エイジングと美、美と加齢という研究をされているところもあるんですね。美しさって何だろう。で、それが高齢期、エイジングした人たちにとって美しさというのはどういうふうに科学的になっているんだろうというのを、しっかり研究されているところがあります。で、企業でもこの美しさっていうと化粧品会社のこの美というところが思いつくところです。で、かなりそこは化粧品という形で美しさというものが言葉になったり絵になったり、そして商品になって人々のこの神秘的欲求を満たすという商品、そういう社会が出来上がっているということですね。まあ、分かりやすい言い方をすると化粧をするというところでしょう。人はなぜ化粧をするんだということですね。それはやっぱり美しさを求める。で、美しさっていうのは見た目の美しさというものがやっぱりあると思うんですね。見た目の美しさが自分の心を整えて他者との関係の中で美しさというものが表現されて見極められていって美しい人ですよねというような、そういう受け止め方が生まれてくる。で、それを気にして生きている。なので化粧品というものが売れる。日常的に外出するときには化粧をする。家に帰ったら化粧を取る。私は男性なのでほとんど化粧しません、てかほとんどてか化粧しませんけど、まあひげを剃るというのも今で言うと身だしなみの一つということになろうかと思います。で、そういう美しさ、神秘的欲求っていうのは日常的に語られることはあまりないですけど、ただ冷静にこういうふうに振り返ってみると、生活の中で、あるいは生命体として美しさっていうのは大きな影響を与えているということが分かりますよね。それを高齢期、例えば介護が必要になった、介護施設、老人ホームに入居した時に、この美しさ、神秘的欲求というのはどういうふうになっているか、どういうふうに変化して、介護サービスを提供する側からすると、その欲求、美に対する欲求に対してどういうことをしているのかどうかというものが
出てくるんだと思いますね。例えば最近在宅勤務が増えてくると、会社に行くときはしっかり男性ですとネクタイをしてスーツを着て革靴履いて髪の毛整えて外出をして、ビジネスマンとしての評価をしっかり取るというような、そういう見た目を整えて外出すると思うんですね。ただ在宅で仕事をしているとやっぱりそこは在宅というところに落ち着く姿形にさほどこだわらないということですよね。ただこのオンライン会議があると、オンライン写真で画像で見えるところはですね、気を使うということですよね。まあ簡単に言うと上半身だけで足元というのは気にしないわけですよね。さあ、老人ホームで例えばこういうことがありますよね。お食事をする、老人ホームは共同居住の場、共同生活の場なので、例えばですね、グループホームだと9人、ユニット型特養だと基本10人で、10人の方の何名かが一緒に食事をしている、朝パジャマのまま食事をしている、そういう光景も想像できるかと思うんですが、これは介護の質としてはあまりよろしくないなっていうのが一般的な、評価になってると思うんですね。パジャマって非常に私的なプライベート空間の中での姿形、寝るための形ですよね。で、お食事っていうのはやっぱりこの共同生活の中における共同作業というふうになってきた時に、この一人の一人という単位じゃなくて、例えば4人でテーブルを囲む、10人で3つ4つのテーブルに分かれて一緒に食事をするという時に、この生活という姿形のパジャマ姿で食事をするということは、日本人のこの美的感覚、神秘的な追求の中ではそれはいかがなものかなということはなんとなく分かりますよね。ただ実際パジャマのままで食事をしているということがありますよね。例えば病院というのは生活の場を犠牲にする場所で、例えばベッド上で食事をせざるを得ない、ただそれは一時的である、ですからパジャマのままお食事をするということがどうしても起きる。それは治療のために普通の生活を犠牲にするからだと私は理解しているんですが、生活の場である老人ホームでパジャマのまま出てきて、共用部に出てきてうろうろするとか食事をするというのは考えにくいわけですね。例えばホテルに泊まって、例えばパジャマに着替えて寝て、起きてパジャマのままレストランに行って食事をするということは、これはもう社会的に道徳に反しますよね。お部屋の中にあるスリッパで外に出ていくということも、これはマナーとしてしないと思いますよね。そういったことが老人ホームの個室と共同スペースの中というところに起きて、中でけじめという形でしっかりそこが介護の仕事の中で培われてきたということです。こと他者との関係の中で美というものも出てくるということですよね。美しさ、化粧品の話に戻ると、この見た目の美しさっていうのは肌年齢が美しいというものをずっと追求してきているわけですよね。歳の割には肌が綺麗ですよね。なんとなく肌の状態で年齢がわかるというくらい、肌とこのエイジング老いというのは密接な関係性を示してきた。ですから歳の割に綺麗ですよねっていうのを褒め言葉ですよね。ただしそこにも限界があって、肌の美しさを追い続ける、追い求められない時期がどうしても来てしまうっていうことです。シワを取るとかですね、少し体が歪んでしまうとか、腰が曲がってしまうとか、髪の毛が抜ける、髪の毛の色が変わる、多少それをカバーする方法はあるとしても、それを受容して生きていくときに、この見た目の美しさ、肌の美しさを追求していては、自分の尊厳が守れない時期がある。
別な美しさを追求していかないと自分らしさが維持できなくなるステージがあるというのがエイジング老いだというふうに思うわけですよね。加齢と美の研究の中で追求している美しさっていうのは肌年齢というところを超えたところにあるこの人の美しさは生き方にあるという形ですね。形というよりもこの生き方とか考え方というところに人間本来の美しさがある。その美しさが整っていればみんなで食事する場所にパジャマで出てきていいかというのもそれは人の美しさ生き方の美しさに反するので、生き方をしっかり重要視している人たちはやっぱり他者と会う時にはそれなりの素が形を整えて他者と関わるということの、まあ、社会的なマナーは身につけているわけですよね。暖かいから裸で街中歩くというようなこれは社会が決めたモラル規律ですけど、そういう規律が整ってそれが維持できている美しさというものがこの欲求として変わるということですよね。じゃあ介護保険制度の中でその美しさまで介護保険介護報酬は追求しているんだろうか、そのために介護報酬を定めてるんだろうかっていう疑問が当然出てくるわけですよね。なんとなくこの生理的欲求である食べること、あるいは眠ること、排泄すること、あるいはお風呂に入ることということが介護の仕事であって非常に分かりやすいそのサービスあるいは作業ですよね。この美しさを提供する、着替える、これは西洋という姿形を整えるというのも立派な介護です。で、介護保険などあるいは老人福祉法にも同じような表現が出てきますが、介護保険の法的な目的はこの高齢期の尊厳を守るという言葉がしっかり歌われているわけですね。じゃあ人間の尊厳ってなんだっていうのも非常に抽象的ではありますが、その人らしさの選択があるというふうに置き換えていくと、私はしっかり身だしなみを整えて自分らしさという選択をちゃんと自分で選んで生きていきたい。例えばそれが老人ホームの中の社会性だけであっても、そういう人間らしさを維持していきたいという時にそれにしっかり応えるのが介護保険の目的であれば、その元で介護報酬というものが動いていれば、当然その美しさが人間の尊厳を守るために必要であれば、そこは介護報酬に紐づいているというふうに考えるのが普通ですよね。パジャマに着替えさせる、パジャマから着替えさせると仕事が増えるんです、パジャのままでいいんですというふうになってしまうと人間性が損なわれて欲求が満たされず不満になって、その人の生活のクオリティは低くなって、で生理的欲求である眠るあるいは排泄する、食事をするというところに抵抗感が生まれて生きる意欲が失われると、当然そうですよね。美しさはどうでもいいっていうと生活全般の介護が大変になると、職員の負担が増える、で施設が例えば汚くなる、荒れる、無表情の人が増える、笑い声が聞こえない、うめき声だけが聞こえて職員も笑っていない、空気がどうしてもよどんでるように見える、そこに誰もやってこない、情報も公開されない、なんか閉じ込められた空間で美を追求しない生活っていうのは考えただけでもゾッとするわけですね。ですから収容する施設ではなくて生活の場である、介護が必要になった人たちの生活の場で求められる欲求の中にこの美しさという神秘的欲求が当然存在していて、それが達成できているかどうかというのを一人一人常に意識して評価していくという意味で、このマズローの欲求階層説をこの応用して介護の再評価をするときに
この美しさ、神秘的欲求っていうのをあえて入れたいというふうに思うわけですよね。なかなか概念的なところかもしれませんけど、実は非常に私は重要なところだというふうに思っています。皆さんいかがでしょうか。例えば訪問理美容というサービスが、これは介護保険ではなくて訪問理美容の方が施設にやってくるわけですよね。そして髪の毛を整えていくときに、どんな髪の形にしたいですかっていうのは普通はご本人に聞きますが、例えば施設カット、家族に勝手にカットすることはほとんどしていませんけど、家族に聞いてじゃあ任せますって言った時に、例えばシャンプーがしやすいような短いカットにしてみんな同じ髪型をしているというところもまあまああるわけですよね。ただ最近は訪問理美容さんたちの努力、あるいは施設側の努力によって、その人に合わせた髪型にしたいっていうことが普通になってきました。そうすると認証の方々でも、これホモリビオさんのレポートにあるようにちゃんとした意思があって、ちょっとそこはもうちょっと短めにしてとか、こういう髪型にしたいとかいう意思表示をしっかりされるという話も聞いたことがあります。おうちレシーブのなかなか表現を理解するのが難しいかなっていうことですけど、難しい表現を表現していくのが非常に重要なので、表現してみたり、表現方法も言葉にしたり絵にしたり、あるいはグラフにしたりということが必要なわけですよね。表現ができないからうやむやにできないというふうに思います。なぜならばそこには人の生き方とか命だとか、やっぱりニーズという欲求に置き換えていくと、その欲求に応えていくのが仕事でありビジネス、サービスなわけですよね。ですから、まあ仮説を立てて試していくっていう方法もありますよね。で、そこにこだわってみないと表現すら浮かばないっていうふうになってくるし、褒め言葉も出てこない。誰々さん素敵ですよねとか、あ、今日口紅の色違いますよねとか、そういうことも出てくる。それと今思い出しましたけど、一人介護の中で、まあ、心肺停止状態になって、ドクターが死亡診断書を書きに来ていただいて、その後にエンゼルケア、要は死に化粧をするわけですね。そこに実言うと、看取りをした家族、看取りを手伝った介護職がエンゼルケアというものに非常に力を入れているわけです。ですからそのために化粧品を用意して、もう心肺停止状態なのにうっすら口紅を塗ってあげたりですね、そしてあの世に送る、旅立ちを見送るっていうステージをやってるわけですね。まあ、エンゼルケアっていうのはもうちょっとこの淡々と言えばですね、目だとか口だとか、そういった排泄の場所だとかをこう塞いで、そういう死後いろんなものが出てこないようなものを整えるところがスタートだったんですが、今どちらかというと死に化粧、メイキャップをしっかりして、でさらにそこから死に消毒として白いそういうものを着てるんじゃなくて、その人の人生そのものの、例えばスーツを着るとか着物を着る、そういう形に着替えてですね、それを整えて、要は見送るということを我々はやってきました。それも人生最後のその人のこの神秘的な欲求、美しさに対してのささやかなサービスなわけですね。いやらしい言い方をすると、死亡診断書が書かれたその時点で介護サービスは終了してしまうわけですね。その後に死亡診断書の前にエンゼルケアっていうのはしてはいけないわけですよね。死亡診断書が書かれてから整えて着替えをして、
葬儀屋さんが来てくれるのを待つ、そしてその間お別れ会をする、ここには何ら報酬は発生していません。ただこれが仕事の仕上げ、生きている時にしっかり生活を支えた方々を送る施設側の心構え、仕上げなんですね。報酬があるなしなんていうことは議論もしたことがないわけです。ただ看取り介護加算という報酬は生まれますが、それはそのお別れ会終わったとか演説ケアに対する報酬ではないわけですよね。これもこの神秘的欲求、たとえ心臓が止まろうが美しい状態であの世に送ってあげたいという命を引き継いだ方々の思いじゃないかなというふうに思うわけですね。はい、まあ、いろんな表現の方法があるし、ただし言葉にするのは確かに難しい。このもっと難しいのは自己実現欲求みたいな方が私にとっては非常に難しい。ただ神秘的っていうのは見た目だとか生活行為に直結しているので、比較的要は見た目としてっていうかイメージを膨らませていただきたいという意味ではですね、説明は難しいですけど、美のお話っていうのは比較的まだ表現方法があるかなというふうに思ってるし、評価もしやすいわけですよね。ですから今日皆さんが在宅でもいいですし、外出の機会がほとんどない方々のお家が荒れているというような意味、これがゴミ屋敷ですよね。そして老人ホーム、ほとんど外出がない、汚い、臭い、暗いようなイメージはもう老人ホームの中にはそういうイメージはもう存在してないです、ほとんど。ただしそこで暮らしているお年寄りが美しいかどうか、笑顔かどうか、例えばそこでサービスを提供している介護職員たちが、まあ、ユニフォームを着ているというのはありますけど、例えばジャージで働いている、動きやすい形で運動着で働いているというような施設はありますよね。これは動きやすさ、汚れても着替えやすいということでそういう施設多いですけど、私はそれはできればそういう生活の場にそういう美しさって言いますかね、そういうものは持ち込みたくなかったので、ジャージの着用は禁止でした。で、ユニフォームも要は導入をやめました。みんなが同じスタイル、同じ格好で入るっていうのは認証の方々の混乱を引き起こすというものも大きな理由でしたが、お互いに生活の場でごく普通の美しさ、自分らしさをサービスを提供する側にも要求をしていくということですね。ジャージで汚れ物を触るように、動きやすいようにというようなことは生活の場からできるだけ少しずつ排除していきたいという、小さな排除というのをやってきました。神秘的ってそういうイメージなんですねっていう、今はこれ考えてるわけで、こういう話にまとめるがためにですね、私なりにいろいろ考えたり調べたりしてお話をしています。それにいろいろ反応していただいてまた考えていきますので、ぜひ皆さんもこの高齢者の方々、あるいは介護サービスの中における美しさというものをちょっと考えるきっかけにしていただければというふうに思います。はい、またお会いしたいと思います。良い一日をお過ごしください。